J2 リーグの第6節、蒲田マーレ讃岐対湘南ベルマーレの一戦のね、ところが狙い目だと思うので、ベテランの島村が駆け出していきました。ここは原のシュート決まった。いや、先制ゴール、原移籍後初ゴールが飛び出しました。前半の4分、これは少しね、キーパーね、ちょっと目測を誤ったというか、やっぱり風の影響がありましたよね。そして今讃岐ゆりかごダンス、そうなんです、フルス対決となりました。この馬場選手に女の赤ちゃんが生まれました。女の子が生まれて、そのゆりかごダンスも行われました。中央か、ここはヘッドでクリアは湘南です。もう一度まだボールはあるのは蒲田マーレ讃岐、渡辺大号から中のボール、こぼれている、これで決まった。今度はエブソンだ、エブソンのゴール決まった。右足を振り抜いた2点目。前半19分、湘南相手に2ゴール、蒲田マーレ讃岐。いやー、エブソンがこのセットプレーでゴール前にいました。まあ、ここもね、湘南のね、プレッシャーが少し遅れた分ね、渡辺選手ね、余裕を持って上げることができたんで、はい、さあ原ボールを奪う、さあ2対1、原中を選んでどうか、ここで倒れる、倒されて PK です。ここでイエローカードが出されました、22番の下田。ペナルティーエリアの中で倒してしまいました。さあボールをセットして、ボールサイドには原、今ふっと息をついた。今日2点目、讃岐3点目、湘南相手に3ゴールを挙げました、蒲田マーレ讃岐。落ち着いて決めましたね。前半30分に貴重な追加点、大いに沸きますピカラスタジアムです。馬場、原を走らせる、原にボールがつながる、ね、そして手を上げて猛スピードで渡辺大吾上がっていく、スクワッ、馬場のシュート、馬場の後ろから猛然とダッシュ、馬場。このシーンご覧いただきます。そうですね、渡辺選手がね、無理してオーバーラップしてきて、はい、その後もう一枚、ゲームに関して言えば、選手同士の距離感が良くて、まあここも、はい、さあ前向いて左足のシュートを浮かしてしまいました。距離感がいいので、一人かわされても次が早くアプローチに行けたり、挟み込めたりできているので、さあ中に送っていく、表原のシュート、右足キーパーが抑えます。でも一つね、いい形出ましたね、はい、最後のところ讃岐がね、よく寄せたんでね、ミートできませんでしたけど、大きく展開して杉岡、後半30分を経過しています。さあ杉岡のクロス入ってきた、最後藤田、いやー、湘南が惜しいチャンスでした。いや、今の杉岡のクロスも見事でした。このシーンです、スペース要求する仲間、前には西がいる、仲間のシュート、いいターンしましたね、はい、ここも。さあクリアをする、ここで野田主審のホイッスル、蒲田マーレ讃岐、開幕から6試合目にして今シーズン初勝利、それも首位湘南相手に価値ある勝ち点3をゲット。